はい、バスタオル使わない話。バスタオル使わない話。私は子供の頃はですね、私は子供の頃はバスタオル使ってましたよ、毎日。毎日風呂入りますよ、夜ね。で、バスタオルで体拭いて、で、そのバスタオルはね、風呂場のとこに、かけとくというか、干しとくわけね。風呂場の脱衣所のとこにね。それは定期的に、洗濯にも、もんに回されて、で、毎日はないけども、洗濯もんにして、で、天日で乾かすと。うん。それがバスタオルなわけね。毎日洗濯はしないけども、まあ、数日に一回は晴れてる時にね、洗濯するみたいな。そういった、アイテムですね。バスタオルを使うときは、風呂から上がったとき、体を拭くときだけ。これだけね。だって綺麗なんですよ。風呂から上がってるからね。風呂の水しかついてないから。汚れた水つかないからね。でも、水をつくってことはやっぱり、そのままだとね、いくら乾かしたって言っても、生乾きですから。汚いんで、で、数日に一回は洗濯物になるということなんですね。それでね、で中学生か高校生ぐらいの時ですかね、小学生じゃないと思うんで、中学生、高校生ぐらいの時に、なんかバスタオルって毎日洗濯してないから、ちょっと汚いんではないかと、そういった意識が芽生えましたね。まあ、汚いって言ってもですね、それは洗濯をしてないっていう汚さであって、何か汚れたものを拭いたとかね、体の汗を拭いたとかじゃないから。なんか汚くはないんだけども、でもバスタオルも古くなってくると、なんかちょっと、汚らしいかなみたいな、そんな気もしてるわけです。うちはね、個人個人バスタオルがあって、命名違うんですよ。だから個人のバスタオルね。うん。だから、人の間違いで使うことはないんで、ご安心くださいなんだけど、でもなんか、毎日洗濯してないから、ちょっとみたいな、思うわけですね。それでね、バスタオルじゃなければならないのかな、みたいな感じで、体を拭くのね。それで、普通のハンドタオル、よく顔を洗った時に顔を拭くような、ハンドタオルってありますよね。手ぬぐいぐらいの大きさの、タオル地のやつね。普通、いわゆる一般的なタオルっていうね、あのハンドタオルでね、体拭いたね、頭も拭いて、上からどんどん拭いていくんだけど、頭拭いて、体上半身で下半身拭くみたいな。うん。で、風呂から上がった時に、それで全部体拭いて、一枚で体を拭いて、で、服を着て出るっていうね。で、その濡れたタオルが洗濯物のカゴのところに出てけば、これ毎日洗濯のサイクルに入りますから。はい。だから、その方が綺麗かなと思いましたし、その方が洗濯も楽だろうし、あとハンドタオルサイズなんでね、洗濯楽だろうし、どの道ハンドタオルって使いますよね。顔洗った時も使うし、うん。だから、それでいいんじゃないかと思って。で、ある時期からね、中高生のある時期から、私ね、バスタオル使わなくなったんですね。バスタオルもちろん脱衣所とかありますよ。個人用のね。だけど、ハンドタオルで、ばっかね、頭から下まで全部拭けるので、拭くだけだから、水取るだけだから、それでいけちゃうわけ。うん。これがもしね、長髪のロングのね、女性とかの場合は、ハンドタオル1枚では拭ききれないと思うね、水が。だけど、まあ、単発の男性なんでね、しかもちょっとぐらい濡れててもいいわけですよ、パワッと拭いて。うん。それでね、ハンドタオルで風呂上がりを全部拭くことにして、バスタオル使わなくなったのね。で、その時期がちょっと続いて、で、多分、家族も気づきますよね。私だけバスタオルが使用されてない、濡れてない、新しいままだみたいな。気づきますよね。で、バスタオル使ってないのとか聞かれてないし、いつもハンドタオルで拭いてんのっていうにも言われてないんだけど、それはわかりますよね。一緒住んでんだから。でね、それが伝染して伝わってしまって、家族もねバスタオル使わなくなったんですよ。うん。なんかハンドタオルで拭いてるわけ。まあその方が合理的だと判断したんじゃないですかね。別に大きなバスタオル濡らす必要もないかなみたいな、うん、で髪の毛はまあドライヤーで乾かせばいいかなみたいなね。はい。で、その方が洗濯物も少ないし、
ねえ、いいですよね。毎日バスタオル使う、洗濯するわけじゃないから、ね、生乾きの場合とかあるから、それよりはハンドタオルでしっかりね、干されてるものがいいと。で、ハンドタオルの場合はですね、雨の日とか室内に干しても結構しっかり乾くんですよね、小さいから。はい。だからそれでね、結局うちの家族はですね、実家はですね、バスタオルがないっていう。脱衣所にみんな使わないから、バスタオルがないっていう。子供の頃は確か人数分、家族の人数分あったんですよ。だけど、中高生超えてからね、私が最初に使わなくなってから、みんな使わなくなって、で、バスタオルが消えるっていうね、もう使わないからいらないっていうね、買わないし。全部ハンドタオルなんですね。で、もしハンドタオル1枚で足りなければ、ハンドタオル2枚使えばいいわけだから。頭で1枚、体で1枚使えばいいわけだから。バスタオル1枚洗濯するのと、ハンドタオル2枚洗濯するのだったら、ハンドタオル2枚の方が扱いやすいわけですよ。干すときも、何するときも。だから毎日やれるし、洗濯できるし。だからね、バスタオルね、うち使わなくなったんですね、途中から。なんかちょっと横着かなとかね。あるいは、うちだけなのかなとかね。変な風習なのか、なんか、あれなのかなとか。でも、ねえ、家族も合意してそれやってるわけだから。私が始めたとはいえ。だからそんなにおかしなことでもないのかなと。合理的だからね。それね、家族がバスタオルを使わなくなって、家のね、脱衣所にもバスタオルが一切なくなって、全部ハンドタオルになった時から数年経ってですね、ネットを使えるようになってですね、バスタオルのこととかをいろいろか、調べる、偶然調べたりね、偶然知ったりすることがあって、そもそもバスタオルってんじゃなくて、欧米ではガウンを着る、バスガウンっていうかね、風呂上がりに着るタオル地のガウンみたいな、ちゃんと羽織るだけのやつね。それをね、皆さん着るんですね、体を拭かずに。で、で、体をね、冷やさないようにしながら、タオル地だから、ガウンでこう水を吸い取ると。それで、体はそうね、頭で髪の毛長い人はバスタオルを頭巻いとくんだと。ぐるぐるってね、モンブランみたいにしとくんだと。そしたら、バスタオルがその水気を吸い取って、なおかつ冷めないっていうね、湯冷めしないっていう。で、乾いたところに、吸い取ったところにバスタオルを外して、で、ガウンは寝巻きに着替えるんじゃないですか。で、寝るっていうね。だから、バスタオルね、頭に巻くためだけのものらしいね、どうもね。本式の使い方はね、体拭かないと。頭の水気を取るだめだけのものだから、そんなに毎日拭く必要もないですよね。拭くっていうか、洗濯する必要もないですよね。水気を取るだけだから。で、ガウンもですね、水気取るだけだ、着てるだけだから、羽織ってるだけだから、別に毎日、あれする必要もないというのが、大体正式なバスタオル、ガウンの使い方だということらしいですね。で、私の、調べたのが間違ってたかどうかわかんないけども、ガウンがない人、ガウン着ない人はね、頭はバスタオル、体はハンドタオルでパッと拭くと。で、終わりっていうね。で、寝巻き着て寝るっていう。だから、ハンドタオルで体を拭くこと自体はそこまで間違っていないと。ことなんですね。で、欧米ではそうなんだけど、日本ではなぜかバスタオルで体まで拭いてしまうっていうね。やっぱりですね、気候の差とかあるんじゃないですか。湿度の差とかね。日本だと湿度が多いんで、夏場とかね、湿度が多いんで、バスタオル一回濡らしちゃうと乾かないわけで、自然に乾かない。乾くのが遅いとかね。だから、あんまり適してないというか、気候に適してない。日本に適してない。バスタオル文化は、あんまり日本には適していないんじゃないかと。もし日本でやると毎日洗濯ですよ、バスタオルはね。洗濯してしっかりして、しっかり天日で乾かさないと乾かないから。完全にはね。
というわけでね、やっぱりそのバスタオルは私使わないのがね、日本ではね、気候とかね、いろいろ鑑みて、日本ではそれがいいのかなと、思いますね。